どうもカマです。ティンバーボーンアイアンティース編実況パート14やっていきましょう。はい、ロングダムに、水を注入しました。見てください、水の上に立つ町、まあ町まではまだいかないか、ね、でもこの辺りとかね、今後足場を作ってですね、家とかもちょっと作っていけたらなーなんて思ってます。はい、ロングダムはねこんな感じで完成はしたものの、まだですね十分に水を入れることができてませんね。ほらまだ余裕があるでしょ。本当はねこの一番上まで入れたいんですけどね。まだこれでも多分、今干ばつが始まりました。17日間の干ばつね、これはまあ全然大丈夫なんじゃないかなとは思ってるんですけれども、これお気づきの方もねいたかと思いますけれども、これまだ完璧にね水路が掘れてないんですよ。ここの大渓谷ダムと、水路をつないで、ここのねロングダム、この両方を完全に、水を共有したいんだけれども、水路が多分まだ深さが足りないんですよね。うん、十分な深さを取れていない。ほらほらちょっとここ段差があるでしょ。これも本当は理想としてはロングダムと同じ深さまで掘り下げたいのよ。そうしないと、まあ水が十分あるうちは問題ないかなと思うんだけども、水が減ってくるとロングダムの水が大渓谷ダムの方まで届かなくなっちゃうんですよね。なので今回はその水路を掘るのをまず一個やろうかなと思ってます。でもう一つは、この水源西側に作りました、はい、水路ですね、堤防水路。これでここら辺一帯を緑地化することができたので、やっと前々回の動画だったっけって言っていた、新しい地区をですねここに作ることができるようになったので、やっていきたいと思ってます。あと食料がねまだねちょっと少ないんですよね。25とかだもん。ビバ盛りだけがちょっと今やばい感じですね。一時期ね全体的にまんべんなくやばかったけども、なんとか、盛り返して。ただビバ盛りもあれだね、今人参とか植えてるし、じゃがいもでも全部成長度が低いな。うん、まあしばらくはあれですね、ビバリーヒルズからの配送で食いつなぎましょう。はい、ということで今回もやっていきましょう。まずはロングダムの、水路掘りからやっていきましょうか。ここの下がね、はい、こんな感じになっています。ここに段差があるので、掘るか。この水門もういらないな、30水門。完全に水没しちゃってるもんね。これを今後使うことはないでしょう。壊す。ドン。そして爆薬を置いていくのだが、ここの足場が邪魔ですね。これ一時的に壊すしかないかな。ここ壊すと水飲みに行けねえんだよな。まあ、ちょっとの間だからね。大丈夫大丈夫。ちょっとだからね。はい。一回壊すよ。ね、すぐに元通りに戻せるから。心配しないで。それをやりつつ、今度はこちら側。はい。新しい地区を作りたいんだけども、あーでもビーバーの数が少ないか？ちょっと見えない。はい。1! 少ない。もうちょっと待った方が良さげな気がする。じゃ、とりあえずあれだな。新地区を作るのは後にするにせよ。先に必要な施設ね。農場とかは作っといた方がいいかな。どういう形にしようかなと思ってるんですけど、あのね、無駄だと分かりつつ言うけど、段々畑にしたいの。なんだろう。今でもちょっと段はあるけども、もっと段々にしたいの。なので、ちょっと爆薬で、削っていこうかな。俺は一体何をやってるんだと途中で思うと思うけれども、ノマンは求めていきたいじゃないの。この水も1段2段掘っただけなら大丈夫だと勝手に思ってるけど、まあここまで届いてるもんね、水がね。うん、大丈夫でしょう。こんな感じで。ね、ちょっと余裕ができてきたらこれだから。ビーバーが帰れなくなってるわけじゃない。あ、そうか、下から帰るのか。あははははは。
ちゃん泳いでる。なるほどなるほど。あ、そういうことができるのね。さすがビーバー。うんうん、いいよ。ビーバーらしさを発揮してるよ。オッケー。じゃあ爆破をしていきましょう。ファイヤー。で、はいはいはい。なんかこのままね、水の中を潜っていくビーバー見るのも楽しいけれども、まあ効率がね、大変悪いので、ここにこうやって、はい、元に戻しましょう。あ、もう一段足りなかった。すごいね。6段分か。これはすげえな。あとそうだ、ビバ森のこの前回作った水路ね、ちょっと浅くて水がなかなか入っていかないので、ここももう一段掘りましょうか。今回は爆薬会だな。爆薬でボコボコに掘っていきたいですね。はい。よし。この足場がな、足場って便利なんだけどね、下を爆破するときに一回壊さなきゃいけないのかな。まあまあ、まあしょうがないよな。それはしょうがないんですけども。地道な作業だな。はい、ビバ森の水路を深くする工事、準備が整いましたので、やっていきましょう。ファイヤー。この爆薬の気持ちよさったらない。あ、水が通りましたね。よーし。いいぞー。はいはいはい。あ、緑地さらに広がったね。こっちの方まで畑作れるよ。っていうか、ビーバリーヒルズ何気にホームレスがいるので、家を建てましょう。バラックダイ。はい。よし。いいね。ここのバラックの住人たちはさ、ちょっとこの崖の先まで来れば、この森番の詰め所のビーバーとね、世間話できるね。今日はどうだいって。いやー、今日は仕事ないね。暇だよ、暇。はい。だんだん畑を作るためにビーバーくんたち頑張ってますね。よろしくよろしく。堅実にやるんだったらこんなの全く意味ないからね。何やってるんだって話ですよ。むしろ階段作んなきゃいけない分、畑の面積減るんだよね。でも、だんだんにしたいじゃん。生えそうじゃん、見た目。つかね、労働者足りてないんだよね、すっごいね。困ったね。まあ、しょうがないんだよな。食べ物ない時にね、繁殖ポートを止めちゃってたからかなり。これはしょうがない。まあ今だけだと思いたいんだけどな。繁殖ポートもうちょっと増やすかね。はい。ちょっと水路に降りる階段作ろう。すごっ。6段の階段。うわーすごい。なんか、ラストダンジョンに続く道って感じがしない。薄暗い。絶対強敵いるでしょう。ビバホームはね、さすがビバホームなだけあって、建設系のビーバーがね、多いんだよ。ほら、あっという間にできた。早っ！よし！だんだん畑、セッティング完了です。参ります。3、2、1、ゴー！うわぁ！ははは！いいねえ。いいけど、もう一段欲しいな。欲を言えば。はい、あと一段。よし、もうちょっと。もうちょっとで、水路、掘り終わります。この水門もういいかな？大渓谷ダムと、水路を繋いでいるところの水門ですね。これも一旦壊しちゃいます。さらなる段々を目指して、ファイヤー！よーし！あ、いいんじゃないですか。これはだんだん実が増したんじゃないですか。よし！じゃあ、ここに、畑を作っていきましょうか。まだビーバーはね、足りてないので、とりあえず、農場はこの農場だけで、そこそこいけなくも、ないか？あ、一個この農場を壊してさ、ここら辺に一個作るか。いやー、やっと来たなー、この時が。何植えようかなー。いや、いろんなの植えたいんですよね。せっかくの段々畑だからさ、段ごとに
違うものを植えていきたいな。上の段は、人参とかな。じゃがいも。小麦はここちょっとしかできないかな。ここの2段は小麦で。で、右側にも同じように作ります。人参少なめ。芋まあまあ。小麦ぼちぼちと。いう感じでね。ほらほら、見て。白黒だけどもうなんかちょっといい感じじゃない？ねえ。これ一気に全部実ったら綺麗だろうな。ただ収穫時期がちょっと違うからね。うん、バラバラなりそうな気はするけれども。よし。これで爆破すれば、すべて同じ低さで繋がるはず。ファイヤー！よーし！よーし！これがですね、大渓谷ダムの、給水ポンプのところですね。この高さですよ、この高さ。この高さがそのまんま、高さというか低さだね。俺がそのまんま、見づらいな。こっち側にね、こうやって続いていくわけですよ。超見づらいな。で、この階段の下を抜けて、こっちにこう、行くと、はーいと、着きますね。ロングダム。よし。ま、厳しいこと言うとね、さらにもう一段下があるんですけど、ここね。うん。ま、それは、とりあえずいいんじゃねえのって。思いました。はい、これで水路を含めてロングダムと大渓谷ダムの連結完了です。いやー、頑張った。これは大変だったよ。時間かかったね。はい、いや、ただね、うん、これでもう干ばつは怖くないんじゃないかなって思いません？だってこの水の量よ、これだけあれば、まあ、かなり持つでしょう、と言いつつ、ちょっともうここすでに干上がってるのが不安だったりするけどもね。うん。いや、まだほら、いっぱいまだ溜まってなかったから。うん。ね、あと、ここを爆破するのも手だよね。そうだね、そういうのもやっていこう。そういう地道な活動がね、後に実を結ぶんですよ。はい、このあたりもね、全部もう爆破、爆破で、やっていきましょうよ。さあ、これは干ばつ明けがまた楽しみだな。もうこのビバ森の堤防も壊しちゃうね。うん。あんまり意味ないと思うんですよ。少ない水をね、確保するための堤防ダムだったから。今となってはもうね、あ、でもここもう枯れてるな。うん、いや、大丈夫。次からは大丈夫なはずだ。おそらく多分。あ、忘れてた。俺、ここあれだ。食料生産も、そう、考えてたんだけど、ベリーも作んなきゃと思ってたんだ。ベリーを作って、繁殖ポットを置きたかったんだよね。すっかり忘れてたね。森番の詰め所が必要か。じゃあ、ここに置きましょうか。はい。で、ベリー、寝てますけどね、がっつりね。はい。寝てるとこ申し訳ないけどね、お菓子もらうよ。すごいね。これだけ敷き詰めて、ここだけ置けないってすごいな。間違いを探すみたいになっちゃってんじゃん。はい。じゃあ、爆破していきましょうか。これもね。はーい。一瞬でなくしちゃおうかな。よし、行くぞ。3、2、1、ゴー！うわめちゃめちゃ重くなった。これもすごいね。お宝が隠されてそうだよな。あ、そっか。それでここに来れるようになったのか。来た来た来たー。かわいい。今度は一箇所から爆破。おー、いいですねー。おー、これはこれで気持ちいいぞ。うん。あー、水の動きがほんといい。シティーズスカイラインズとはまた違う妙なリアルさがあるね。はい。17日の干ばつが終わりました。お疲れ様でした。まあ17日だからね。ロングダムもかなり水残ってますね。
さあ、これからですね。これからまた水を貯めていきます。予想通りね、水をだいぶ残すことができたので、これで満水までいけるんじゃないかね。この水源もね、水が残った状態だったので、スムーズに流れ出すんじゃないですか。ねえ、どうでしょうね。はい。滝が嬉しいな。そしてやっと無色のビーバーが出てきましたね。いやー、かなり食料危機のダメージを回復できたんじゃないかね。ビーバリーヒルズの食料2300でしょ。だんだん畑もね、いい感じに実ってますね。あ、いいじゃない。ねえ。これはこれで絵になるよ。あとは、次の干ばつが始まるまでに、どこまでこの水を貯められるかだね。はい。一番上までは残念ながら溜まりませんでしたが、かなり来てますね。ねえ。かなりの深さまで。おー、これ全部水か。これだけの量があったら、30日の干ばつ来ても大丈夫でしょ、これ。これは大丈夫でしょ。ねえ。ま、ちょっと正直言うとね、ビバ盛りのところが、ほら、一段、高いのさ、ここ。ね。だから、早めに干上がっちゃうような気がしているので、まあ、毎日干上がっちゃったら、ここは食料配送でしのぎましょうねっていう話だな。はい。というわけで、ちょっとね、作業がね、多かったんで、水路の底を掘る作業がね、多かったんで、あんまり派手なことはできませんでしたが、まあ、この段々畑ですね。はい。これを今回作ったので、よしとしましょうか。これいいよね。で、なんだかんだね、ビーバリーヒルズからここまで届いちゃってるっていうね。ギリギリなのかな?ギリギリ届いてますね。まあでも、いずれはね、もうちょっと下の方に伸ばして新築を作りたいなーと思ってます。はい。はい。夕暮れな感じで、ちょっと薄暗くなっちゃいましたけども。はい。次回はですね。サイクル19の干ばつ耐え抜こうかと思います。まあ大丈夫でしょう。もう今回俺自信満々ほんと。はい、良ければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ!